こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はストレッチを効果的に効かすための方法ですねについて話をしていきます。で、今日なぜこの話をするのかと言いますと、ストレッチっていうのは正しいやり方であったりとか、やる時間帯とかですねによって効果っていうのが全然変わってきます。なので今日からシリーズの方でですね、より効果的に効かす方法について、お伝えの方をしていければなと思っております。まず今日は一つ目ですね。何かと言いますと、ストレッチする時間ですね。時間で特にしてほしい時間帯、トップ1がやっぱりお風呂上がりです。で、なぜお風呂上がりにしてほしいのかと言いますと、もう一番これ血流が良くなって、まあ、イメージできると思うんですけども、筋肉の緊張が緩むからですね。で、ストレッチっていうのは筋肉の緊張が緩んだ状態でやる方がやっぱりしっかりと筋肉が伸びます。なのでもうお風呂上がりっていうのはストレッチのゴールデンタイムって言われてるぐらい非常にやるべきタイミングですので、ぜひお風呂にしっかりとなるべくシャワーだけじゃなくて使っていただいてストレッチをする、これを継続するだけでもだいぶ筋肉の緊張が取れて痛みであったり体のこういう硬さっていうのは緩んできます。だからここでよく質問であるんですけども、そしたらお風呂の中でやったらもっと効くんちゃいますとか言われたりするんですけども、お風呂の中に入ってると逆に血流が良くなりすぎてのぼせてしまったりとかバターンと中には倒れてしまったりするっていうリスクがあるので、なるべくお風呂中はやめていただいて、お風呂上がりに水分をしっかりとってストレッチをするっていうのをぜひ実践していただければなと思います。あとこれをやる、お風呂上がりにするもう一つのメリットがあるんですね。それが朝の痛みがある人は痛みが取りやすくなったりします。で、これもなぜかというと、朝の痛みが出る方っていうのは基本的にやっぱり体自身が固まっていて疲労を蓄積させてしまっている方が多いんですね。で、そうなると実は寝返りの量が減ってしまうんですね。で、寝返りの量が減ると人間っていうのは寝返りをすることで筋肉の血流を良くして緊張を取ってるんですね。それができなくなると筋肉の緊張っていうのが高まってしまうんですね。それをお風呂上がりに血流を良くして筋肉の緊張を取っておいてあげると体自身が柔らかくなりますし疲労物質も取れますので寝返りとかがしやすくなるんですね。によって体の固まる緊張っていうのが減って、朝ですね、朝に固まっていたいっていうのが減ることが多いです。こういったお風呂上がりのストレッチっていうのはメリットがありますので、ぜひ、今日から特にストレッチ実践している方はこの時間帯に多くするであったり、してない方はお風呂にしっかり使ってやってみるようにしていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。